信号を検知。地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部を一手に行こう。ここは私が。ダメ、ヨンゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだ、お前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は
全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。